はい、おじいでーす。寒いね、今回はね、大谷翔平の話題になります、ね。皆さんはね、立役者という言葉を知ってるでしょうか、ね。本当、今世紀最大の立役者ではないかなと思います、ね。一平の侍魂、本当ね、これが日本魂なんだ、ね。熱き血が流れる男の友情なんだっていうね。まあ結論から言うと、おじいはそう見ている、ね。で、まあ本当に何十年か過ぎた後にこれが美談に変わるのかどうなのか、まあ、今回の件は本当にどっからどう考えてみても純粋なね、ものすごく人がいいでしょ、性格もいいし、ね。どう見ても翔平はお前は前に進め、ね。1000億プレイヤーだし、ね、いろんなスポンサーだって、いろんな、ね、ダメージがあったら違約金だけで大変でしょう、ね。まあ、お金には困ってないと思うけど、でもそれに比べたら、ね、俺の人生は、ね、年商億稼げるか稼げないかぐらいだから、ね、お前がいて自分が存在してる、これをやめたら、じゃあ日本に戻って、ね、何か野球関連の仕事に、ね、何かついたとしてもそこまでいけるだろうか、もう桁が違うよね。だからとにかく俺が一人で、ね、神風と交代となって、ね、行くから、ね。だからそのためには本当このね、家族ぐるみで仲が良かった、ね。本当に夫婦同士で、ね、まあ、家族も含めてお互い仲が良かったでしょう、ね。だからスタンドでも奥さん同士が仲良くね、とかそういったのもあったでしょう。で、ね、まあ、一平氏の奥さんが心配だっていう声もあるけれども、本当にそれを人生割り切れるかどうか、割り切れるかどうかっていうのは今回の件って大したことじゃないんだよね。40の州では合法的になってるただの賭博であって、で州の法律を知らなかったっていうだけで、まあ本当悪意を持って強盗したとか殺人をしたとか、なんか詐欺をしたとか、そういう道徳に外れるような悪いことをしたわけではないし、人に迷惑をかけることをしたわけではないわけじゃん、ね。で、あと名誉とかね、そういったもののお話なんだよ、結局ね。で、一平さん本人の問題だったら俺が被るってなるけど、やっぱり皆さんも考えてるように、かみさんの方がね、ちょっと心配だよねっていう。ただ本当、エンターテイナー、役者の妻としてそこら辺は心得ていると思うし、で、その大きななんかとんでもない人を殺めるような犯罪を丸かぶりするわけではないわけなんで、どんなひどい芸能人に従いそう、どんなひどいバッシングを受けるような犯罪があってもすぐほとぶり冷めるわけでね。なのでね、それを思うと、その、まあ、今後の可能性、大切な友人をね、夫婦絡みで家族絡みでね、まあとにかく一族ね、水原家関わってくるけども、でも要は一族で守るぞね、本当に侍魂ね、家臣としてね、この命に代えてでもお守りとしますね、この魂がすごい伝わってくるね、男らしい、本当ね。もうそれにしかね見えないでしょう、皆さんも、ね。だ本当今回の件は本当に身代わりね。で、翔平が本当に
一切関わってないのか、知らなかったのか、口座を勝手に使われて送金されたのか、無理がある。でもそこには大きなマネジメントが関わっている。だから本当に大谷翔平の口から、大谷翔平の言葉で何が発表されたわけではない。ね。そして動いているのはやはりマネジメントを優先なので、やはり日本国民みんなが、ね、言っているのが、やはり今回の責任はこの大臣が責任があるんだ、辞任しろとかね、責任はどこにあるんだ、ね、責任を取れっつって、今の日本はみんな責任責任って言うでしょ。だから幕を閉じるためには犠牲が必要なんだよ。だから日本のヒーロー、世界のヒーロー大谷翔平を守るために一平さんが、ね、一大の、ね、大爆死、それこそ、ね、神風特攻隊となって守ろうとしている、ね、だ本当それを承知で、その代わりしっかりと彼は保証されてるし、あとその賭博なんで、ね、まあ、日本で賭博といえばなんか頭にパッと浮かぶのはトンペイちゃんね、だからペイってつくとみんな賭博好きなんじゃないのね、うん、まあそんなわけでね、よ皆さんのコメントちょっとね見ていきます、うんね、何を知りたいのか、やっぱ真実ですね。ね、視聴者さんは真実を知りたがってる。だから決して大谷翔平とかね、一平ちゃんを責めるわけではない。ただ真実を知りたい。で、本当に悪気があって悪意を持ってかけてたわけではない。ね、ただその中でその州のルールとか、あと メジャーリーグのルールってのがあって、あと契約上のルールってのがあって、それを知ってか知らぬか、その絡んでしまうと契約上の中にそういうペナルティールールもしっかり書かれているし、そして大谷翔平プライベートにしてもいろんなスポンサー、個人スポンサーがいるわけなんで、それが打ち切られたりすると逆にその契約の中のやっぱペナルティーもあるわけなんで、だから芸能人が何かポカするとスポンサーがついていた場合は CM を仕切ったりなんかするとね、逆に、とんでもないことになるでしょう。だからそういうマイナスのものを考えてみると、本当に大谷翔平の地位と名誉と、そして、アメリカでは、ね、何よりもあっちはみんな野球だからね、それを守る夢、ヒーローを守る、それを俺ができるんだったらね、だから本当大谷翔平が関わっていたのがバレたら本来ね、まあちゃんとしっかりと解雇しないとおかしな話になるしね、なんて汚いことする球団なんだってことになっちゃうでしょ。で失うものがものすごく大きいし、でドジャースだってグッズの売上がね数千倍、日本の売り上げ数千倍になってるし、全体的な要はプラスの利益をもたらしているわけなんで、マネジメントとして、ね、ものすごい大成功しているのに手放したくはないし、アメリカ国民はそれを望んでいないし、日本国民もそれを望んでいない、ね、ただ一平ちゃんは本当に、ね、そんなに悪い人には見えないでしょ。悪くないんだよ、ね、でそんなに悪いことはしているわけではない。話のついつまが合わない。一平ちゃんは神風特攻隊、ね、でギャンブルの内容がどうのこうのっていうのも実は僕はああでこうでなんだっていうね、そんなもんじゃないよ、ね、だそれはね絶対にその今回は州のルールに引っかかっちゃったっていうのと、あと、まあ、関係するのは野球にはかけてはいけない。だから野球にかけていなかったらそのいいんだよっていう、ただ州ではそれがその賭博はダメなんだよって言ったら、そんだけのお話なんで、だそれがそのドジャースの契約っていうか、その仕組みっていうか、そこのなんていうの、その全体的な
団体のルール約束事っていうのがあるわけで、そこをに引っかかるわけにはいかないっていう、ただそこだけの問題じゃん結局。言うなればね、あ、じゃあ今日ロット6買いに行こうっていうのと全く同じ感覚なんだよ、ね、だから翔平が一平ちゃんがっていうね、あの立て替えてくれたっていうあのストーリーは前もって個人で一人でやったっていうのは出ないとできないからなんだよ。でなんであのタイミング早く集めて実はやっていたっていう、だあの先手必勝だね、うん、まあ、なんだけれども全部僕がやったんだって、ただそのストーリーに無理があって、じゃあ知っていたの、じゃあ同罪だよね、あしまったっていうね、だから本当そこの問題なんだよ。だから記事になるっていうことも事前にね、ロッカールームで話したっていうのもそういうことだろうし、要はそっちの方に向ける、千鳥と同じね、大谷翔平というね、あの子供が猫に狙われているね、千鳥の親はね、こっちだよ猫ちゃん、こっちにほら美味しそうでしょ、ほらあのその子よりも大きいよ、ほら足が怪我して動けないってこうやってやるんだよね、必死に守ろうとする。本当ね、一平ちゃんは千鳥ね、本当にね、一世一代のこれが本当のおばくしなんだよ、ね、だ真実を知りたいっていうね、元気の下のこんばんは。ネットニュースを見てびっくりしました。仲良さそうなのに裏切ったのかな。だって裏切る理由がないじゃん。だって裏切ったのかなって、あの とんでもない。だって口座から500億ぐらいは持ってっちゃうでしょ、裏切るんだったらね。あのたかだか6億、ね、やそこらでそんな裏切り方をあのタイミングでするの。だって向こう10年通訳でね、だってとんでもない、だって30から50でしょ、5000万から7000万ぐらいはそれだけで約束されてるし、で一平ちゃんグッズだってね、やりたいコラボがいっぱいあるし、一平さんがCM だって強者いるだろうし、ね、だ本当に大谷翔平はとにかく一平さんも引き上げることをね、既に考えてただろうし、だ本当にね、その裏切るわけがないし、裏切る理由がないし、その何かの犯罪を犯すためには必ず動機ってものがあるんだよ。で、一平さんは翔平を裏切る動機がないんだよ。犯罪っていうのが成立しないよ、動機がないと。その動機を皆さん無理やりでもこじつけられるものが頭に浮かびますか。さすがにおじいもその動機は、さすがのおじいもこじつけられない、何にも浮かばない、何かに結びつけてネタにしたくても浮かばない、ないよこの関係で。今のこの両者の生活スタイルを見て、しかも裏切るにしてはすごく金額がちっちゃいし、たかだか6億でしょ、ちっちゃいんだよすごく。そんな裏切って何かするならそんなちんけなことなのかなっていう、ね、スケール合わない、本当に合わない。だって裏切りにも入らないけど、そのおかしいじゃん、だって桁がどう考えても桁がおかしいじゃん、ね、だってメーカーのスポンサーのあれだけでも、だって大谷は98億100億ぐらいはあるわけで、だってどう考えたってなんで6億なの、おかしいじゃん、だってどう考えたって、ね、だから動機がないんです、本当にね、裏切る動機がない。そしてどうなんだろう、すごい押しで幕閉じましたね。
冷静に考えてこれはおそらく水原氏が了解なしに勝手に賞金もしくは引き出したのかな、ね、だありえないしできないよそんなことが、ね、なぜなら了承してたら大谷さん弁護士当たらないと思うけどね。いや、あの弁護士はついてるでしょう。あの会計士とかいろんなものは全部専属で雇ってるはずだし、こういうことがあったから弁護士雇ったわけではないと思うよ。本当いろんな会社だってそうだよ。なんかがあって急いで弁護士探して雇うってことはない。ちゃんと顧問弁護士ちゃんとついてると思うよ。芸能人だってみんなそうだと思うよ。ある程度なんかあったらこれどうなんでしょうって弁護士に相談するとか必ずみんなついてるよ、ね、大谷翔平がついてないわけがないじゃん。だって、ね、私はギャンブルなんて一切なので知りませんけどね。はい、今回は FBI も絡んでるから、大谷選手が主導権を持って博打が行われたならドジャース側も通訳だけ切ることはしないのでは、うん、だから主導権を握ってっていう。だからそうすると大谷翔平が賭博をやりたいけれどもちょっと仮にやってきてよって言って、でもそこまでのあれがあるんだったら自分の口座から送金するっていう失態は絶対に犯さないよね。やらないよね。だからで大谷翔平は州のあれはどうか分かんないけど、そういう掛け事自体をだってそんなことが頭に片隅にみじんでもあるような人間じゃないっていうか、すでに日々ね練習したりとか、だって頭の中がもう1億パーセント野球じゃんね。チームを優勝に導くね、それをね、チームの一員として輪の中でね協調性を持ちながら全体的なところにすごい配慮を使いながらやってるわけで、そんなどこが勝つかななんてそんなものを考えるわけがないね。大谷翔平ではないと思うね。大谷翔平ではない。でも大谷翔平の例えば身近な身内がってことになったら、大谷翔平本人ではないとしても今までの人生の中で本人ではないのにこのお兄ちゃんがとかこの妹がとか何かやかすと名前を出して週刊誌の記事になるじゃん。でイメージがつって自分じゃないのに資源漏らされたりとか交番になったりとかするわけじゃん。そうでしょ。だからね、違うと思う。本当大谷選手が主導権を持ってっていうのはね、これはないと思う。1億パーセント言い切ってもいいぐらい大谷はしないと思う。本当、ね、私も驚きましたし残念です。大谷が肩代わりして払ったのだと思うけど、それだけでは知っていて関わったことになるので、さらに大事になることから発信を変えたのでは、またははめられた可能性もあるよね。まあはめられた可能性もあるよね。でもよくいろんなものを薬物にしても詐欺にしてもいろんな、ね、利用されたりとかはめられたりとかあるけども、でも常識を持ってそこのところはしっかりと自分の立場地位わきまえて行動してれば、そういったものはブロックできるし、周りに目を光らせてちゃんとやらなきゃなんないと思うけどね。本当大谷翔平ぐらいになると、ね、パートナーとして一緒にビジネスをやっていく上ではこのところだけは厳しく、ね、これと引き換えにできるかって感じで、その代わりそれなりの報酬をねしっかりと約束してるわけだから、球団の契約プラス自分のね報酬の何パーセントを約束してるわけなんで、ね、
そんな条件誰がやってくれるの。だ本当ね、この肩代わりして払ったっていうのは一平ちゃんの肩代わりなのか三好の肩代わりなのか、ただ大谷翔平名義の口座から動いた、これは真実で、知らぬ存ぜぬが通るのか、ね、エンジェルスも知っていたみたいですね。一平さん、誰をかばってますか、本当のことを話してください。大谷妻不自然ですね、結婚して出てきた話だし、このタイミング、この直後、ね、よく日本の週刊誌が言うやる手口だよね。いろんなスキャンダル手にあって立候補したら愛称潰そうと思ったらそのタイミングでとかね。な本当そうだよね。よくわからないね、田所の動画ね、他所の動画いっぱい見ましたが情報不足です。おじいの交差推測でビンゴかな。アメリカのスポーツ賭博のシステムがわからないので、なんとも年収1億の通訳に400万ドルの枠があるわけない。どうだスカイコイ大谷専属通訳になるのかな、ね、そう大谷が個人的に通訳としてつけるっていうとまたちょっとバッシングもあるかもしれないけど、でもちょっと時間を置けばそこはまた美談に持っていくと思う周りが。でそういう周りのアメリカにしても日本にしてもその周りの世間的な反応を見て、要はスポンサーも判断するだろうから、それがマイナス方向に行くんだったらスポンサーとして切らなければならないし、ね、プラスの方に働くんだったら別にそこで切る必要はないし、ね、で個人的にで要はドジャースが解雇しても大谷個人が、ね、自分が必要な通訳として個人的に契約することを、ね、してはいけないなんて、そのドジャースの契約のルールの中にそれが含まれているかどうかのお話なんで、ね、だ大谷自体もそれがダメなら俺辞めるよって言ってもね、あちょっと待ってくれよっていう、だそういう関係であるだろうからね。だから大谷には実力がある、ね、だからこそそこまでの力は発揮できるわけなんで、ね、この先まだどんなストーリーになるかはわからない。本当ね、仮に自分がアメリカ人ならスキップコートを疑うのは一般覚悟だと思う。水原氏の証言も一変するし、そう一変しちゃってるからね、本当に一変しちゃうね、一変してるよ。大谷も絡んでた可能性があるわね、うん、大谷本人自身はね、あったとしたってなんか話してて、おうそんなだろう、おうじゃあ俺のもじゃあ乗っけといてよみたいな。でも本当にそのお金が欲しいわけじゃないし、当たろうが外れが関係ないけどもね、あじゃあどっちかで死にかけんの、じゃあ俺こっちとかつって、だ本当遊び感覚でって乗ってた可能性がルールを知らなかったらあるかもしれないね。通訳が勝手に口座のお金引き出せるわけないじゃん。そうだよね、この考えがまともだと思うよ。ギャンブル中毒は脳の病気なので、たとえ隠しても時間の問題でバレます、ね、本当どっちかに偏ってない客観的な意見だと思う本当に、ね、だどうしても日本の皆さんやっぱりひいき目に見ちゃうので、割り切れない。おじいは大谷も水原もどっちも好きだからね、本当。だって嫌いになる理由はない。しかもこの件だって非常にバカバカし、州では違法とかって言うけど、そんなに悪意な悪い犯罪だと思いますか、ね、だからそれを考えると本当バカバカしいことだなと思うんだよ、ね、だ本当州はね、うちの州はこれ出してたんで、実はうちの州でも実は合法になるんだよってね、合法で認めたんだけど、あ翔平ちょっとフライングだったねって感じで、まあ、そういったものも加味して、ね、まあ、うちの州は合法だからってパッとこう今動けばいいけども、ね、本当に
ただおじいは、本当に皆さんが真実を掘り出そうとすればするほど一平さんの心意気、侍魂、神風と交代が無になってしまう、そこなんだよね。で皆さんが知ったところでじゃあ何が変わるんだろう、大谷翔平を守りたくないのかっていうね。それとこれは別だよね、ちゃんとペナルティを分けてほしいよねって思う人もいるだろうし、ね、ただ本当におじいはすごく役者さんってすごいなって思うけど、おじいは片平なぎさがね本当に一時好きじゃなかったで、まあ、とある番組があって、そのとある番組が終わるまであまり好きではなかった、ね、でイメージが違う CM もあったし、いろんなもので見るとそういうイメージじゃないけども、とある大好きなドラマを見てる最中はとても好きではなかったっていうね。でそこのところにそうなるぐらい、やっぱ役者っていうのはもうすごいよね、そうなったら本望っていうか、なんだっけあれもそうじゃん、同情するなら金をくれね。で私が歩いてるとね、あれあげるこれあげるってかわいそうにご飯食べてるかって、いやあれあドラマだしみたいな感じでね、そういうのもいっぱいあったでしょね。でも本当にそう思わせるってすごいことなんだよね。だ本当おじいがよくトークで出すのはね、アホの坂田ね。でもアホじゃない、すごい人頭いいんだよね、切れるんだよね、人間的に性格もすごくいいし、でも俺の芸はこれなんだね。本当子供からもね、あアホだアホの坂田だってね、アホやーって感じでね、本当そこのところがもう役者魂ね、本当すごいよね、それを通す。で例えばその地位にプライドにこだわる人っていうのはかっこよく生きたい、でもそこのポジションみんなが白雪になりたいのに、こんな役嫌だとかね、貝殻の役嫌だとか馬の役嫌だとかね、みんなが主人公の劇も今現代になっちゃってるけども、でもそこのポジションで輝かしいトップを取るってすごいことなんだよ。ですごいお金持ちだったでしょ、ね、で本当ねアホだバカだとかいろんな芸能人もね、笑われて、でも笑われてすごい億万長者になるんだったらそんなにいい商売ないよね。本当だっておじいだってさ、ね、おじいバカバカバカってね、おじいはアホだってね、言ってね、おじいが出たね、アホが買い物してるってね、アホパピコ買ってる、チョココーヒーしか買わないあいつアホだとかってね、どんなにアホで、あすいませんアホでごめん、もうパピコはもうチョココーヒーしか、もうこれが一番おいしいんでこれしか買わないので、ね、アホだアホの一つ思いだってね、で言われても毎日毎日10枚ぐらいずつの収益があったらね、あみんな知ってるんだ、ありがとね、ありがとね、アホのおじいで、ありがとね、あすみません、アホですみませんって、だこれが商売になるんだったら嬉しいじゃん、本当ね、そう思うよ、ね、はい、まあ、今回皆さんどう思うのか、なんかちょっと焚き向けた終わり。